南口ホーム隣接する踏切から上、石神車両基地上石神駅は、東京都練馬区上石神一丁目にある西武鉄道新宿線の駅。駅番号は SS13。練馬区最南端の駅である。上石神駅管区として、野方駅武蔵関駅間の各駅を管理している。島式ホーム2面3線の地上駅で、京上駅舎を有する。 改札内コンコースとホーム、改札外コンコースと南口、北口地上部とをそれぞれ連絡するエレベーターが設置されている。また、南口地上部と改札外コンコースをそれぞれ連絡するエスカレーターも設置されている。トイレは改札内コンコースにあり、誰でもトイレも設置されている。駅の立体交差化計画があり、立体交差化後は、島式ホーム2面4線となる予定。 2020年度の1日平均乗降人員は33,457人であり、西武鉄道全92駅中20位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。稲毛や連馬乗車区寺位南天駅周辺は、商店などが密集する。駅北側には、バスロータリーがある。駅南側にも若干のスペースがあるが、非常に狭い。 北口西武バス奏車場内と南口駅前ロータリー奥にそれぞれ上石神駅停留所があり、西武バスと関東バスにより運行される以下の路線が発着する。なお、乗り場番号については関東バス公式サイト関東バスナビで表示されている便宜上の番号であり、実際は停留所に番号は表記されていない。特に記載がない場合は西武バスの運行である。 北口西部バス走車場内、南口携帯電話販売店前、三菱 UFJ 銀行前場、石寺駅周辺地区は、西部新宿線の急行停車駅でもあることから、練馬区南西部の拠点となっている。しかし、商店が密集しており、駅周辺の道路は境外で、かつ路線バスも通っている関係で危険な箇所もある。そのため、練馬区では、周辺道路の整備、 再開発、駅付近の立体交差化による開かずの踏切問題の解消を含めた構想を策定しているが、この地区を縦断する東京外閣環状道路の計画による建築制限により長期にわたって街づくりの進展に制約を受けてきた。こうした中、外観については2009年4月には国及びとより地域の課題への対応の方針が示され、 さらに2009年4月27日に開催された第4回国土開発幹線自動車道建設会議では整備計画が了承された。なお、外観の地上部外路については2014年11月に都により鉄道の立体化を前提にした都市計画の変更が決定され、さらに2018年12月25日に都が国から都市計画事業の認可を取得し、 事業に着手した。また、駅周辺では、交通広場のスペースが確保されており、区が同日付で事業に着手した。一方、西武新宿線の立体化に関しては、いよげ駅から西武柳沢駅までの約 5.1km の区間で鉄道を高架化する構想があり、2021年度の都市計画決定。 2022から2023年どころの事業認可が予定されている。ありがとうございます。